ピーター・ワルドーの銅像ピーター・ワルドー、ピエール・バルドー、リオンのバルドーは、フランスの宗教運動家、ワルドー派の子祖、リオン出身。この地の裕福な市民で、職業は、当時のリオンでは、商人層は発達しておらず、保守的な教会が富を蓄積していたことから、教会の関在人でこの立場を利用した、氷菓子だったと近年では考えられている。 1173年頃にやってきた、銀遊詩人の歌う聖アレクシス伝を聞き感銘を受け、町の神学博士に、自らの生きるべき道を尋ねたところ、持ち物を投げ打って、貧しい人々に施す聖書の一句を教えられた。それから妻に、財産の一部を与えて離別し、娘たちを、女子修道院に入れた。続いて氷菓子で不正に得た利子を返して、 全財産を売り払い貧者にパン、スープを施し、聖職者に依頼して、ラテン語で書かれた聖書を俗語訳にして学んだ。リオンで説教を始め、はじめやがて多くの市民が共鳴し製品と説教を実践する人々が現れた。当時、一階の一般信徒が自発的に説教活動を始めたことは、ほとんどなくある道は、教会から、 公式な説教の許可を得ようとしたが、リオンの大司教に拒否された。1179年の第3ラテラの公会議に代表者を派遣し、教皇と司教団の直接の許可を得ようとしたが、好位聖職者の審査で却下された。教皇アレクサンドル3世からは温かく迎え入れられ、製品の生願を承認されたが説教については、留保となり、リオンに戻って、今まで以上に、 精力的に活動を続けた。しかし、1181年に理解者だったアレクサンドル三世とリヨン大司教リシャールが相次いで亡くなり、ワルドーは1182年に新任のリヨン大司教にリヨンから追放された。1184年には教皇ルキウス三世から異端宣告を受けたが、その決定には従わず活動は来た。イタリア。 フランスにまで広がった。ありがとうございます。